バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイ、隣で可愛い可愛いゲストが登場します。のんちゃん、こんばんは。こんばんは。あ、逃げた逃げましたが、さっきまでね、あのね、アンパンマンアンパンマン言ってましたけどいいんですか、今日はアンパンマンしなくて。最近ののんちゃんはですね、最近ののんちゃんはパフォーマンスだけじゃなくてお歌も上手です。どんな色が好き？赤？赤は？言わないの？今日はラジオでは言わないんでしょうか。まあ後でね、気分がバーだね。皆さんこんばんは。ということで今夜ものほほんとお届けしたいと思います。最後までイチャイチャとよろしくお願いします。お付き合いくださいませませ。ではのんちゃん、1曲目何にしましょうか。のんちゃんがママの曲でね、大好きな曲はいっぱいあるんですよ。だってね、いつもね、私の iPhone からね音楽とか流してね歌わせていただいてますが、その iPhone を撮ってもう夜な夜な聴いております。朝からももちろん聴いております。そんな努力家ののんちゃんが一番じゃないと思うけど好きな曲はこの曲かな、ようこでキス&ハグ。のんちゃんの泣き声付きでお届けします。どうぞ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合う。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要な I love you。 ずっとずっとそばに、幸せな君と僕のカレンダー。今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ世界へ、今ひとつになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる。
お聴きいただいています曲は、ヨーコでキス&ハグですが、ヨーコはですね、このキス&ハグを聴くたびに思い出す言葉もあるし、そして自分の中でもね、歌詞を書く上で、あ、この感覚だけは大事にしようというね、思いがあります。でね、最近ヨーコめちゃくちゃ疲れてしまって、もう面白いくらいに人としてね、機能が壊れているなっていうことがありました。それは物が覚えられないっていうのが本当にひどくて、でもう一つは、あの、なんていうのかな、こう何を自分がしているかを状況把握できていない感じもうこれだけ聞くとね、大丈夫みたいな、精神的にやばいんじゃないのみたいなね。いや本当にいっぱい考えすぎて、で時間は足りないしっていうのは分かってるんだけど、もうね、すんごくね、嬉しいお話がいっぱい来るの。それをちゃんとしていくためには、ちゃんと手順を取らないといけないしと思ってね、いろいろね、こう、もうとにかく時間がね足りなくて、頭の中ではいっぱいで、でしていた時に本当ね、生きることってシンプルだよなっていうのを痛感しましてね、自分の中で。でそういう、何かこう悟りを開いた時に、あ、キス&ハグってすごくシンプルだなと、いい曲だなって思いましたとさはい、ということでね、自分の曲をね、自画自賛したところで、ヨーコがなんでそんなに頭の中がね、もう真っ切った、真っ切ったっていうのは鹿児島弁ですね。皆さん、あ、そうそう、鹿児島弁講座ね、先週忘れてたのよ。もうそれもね、思い出してないくらいね、あ、だったと思ってね。まあとにかくね、ヨーコは一日一日をフルパワーでね、行き過ぎてて、休むことを忘れて、で友達のひかちゃんがね、親友のひかちゃんが、あのさーって、今日いきなりねオフになったのよね、やんないといけないこといっぱいなんだけど、とにかくもう予定がなくなったと、どうしたらいけ、休み方がわからないって言ったらもう嬉しいよね。鹿児島ってね、鹿児島市内にはスターバックスコーヒーがあるんですけれども、他の市町村にはないんですね、まだね。そしたらさ、ひかちゃんは鹿児島市内じゃないのに、わざわざね、 LINE でね、スターバックスコーヒーのね、チケットを送ってくれたんですね。まあ、でイッシーとね、一緒にいるかわからないから、まあ夫婦でね、ゆっくりコーヒーを飲む時間も必要だろうし、一人でねコーヒー飲む時間も必要だろうから、みたいな優しいお気持ちでね、チケットいただいてね、まあその日はね、ちょっとだけテントを持って行って、のんちゃんとイッシーと、シノンはね高校生ですからね、学校だったのでね、3人で少しだけね、おにぎりとか握ってね、プチピクニックをしたんですよ。まあそういうね、何気ない日常こそね、本当特別だなっていうのをね、感じて生きているヨーコなんですけれども、まさかの休み方がわからないって。皆さん普通さ、もう、いや私あんまり普通とかね、平均値っていうことは好きじゃないのよ。それってある意味さ、学業とか、まあ人を助けるためのデータ以外には失礼にあたるような価値観でもあったりするからね、使わないようにしているんですけれども、だけどさ、まあ、平均的、いやいや、一般的かな、には休みに何するために仕事を頑張るでしょ。いざ休みになった時に、何しよう、だってさ、よくもう寝る以外ないのよねもう寝たら今度はほら、体を休めるでしょ。そしたらちょっとでも喉のさ、疲れが癒せるわけだから、まあ、寝方にもよるわけだから、ここもまた寝るっていうことも仕事に絡みつくから、はぁってなるわけ。もうとにかく私が何も考えずにって思ってたらね、この間東京からの友達が来てくれて、でその子たちのおかげでね、ヨーコはキャハキャハ笑いながら、太鼓の達人叩いてましたプリクラも撮りました。その模様はまた SNS にねアップするかもしれませんが、ほんと久々のねオフでしたね。でヨーコはね、もうとにかくこの1週間前くらいから、まあ、足し算はできるけど、パッて言われたことももう全然受け付けない、え、なんだったっけみたいになるし、でちゃんと聞いてちゃんとしてることさえも間違ってたりとかね、
うわーこれ病気かなって初めて心配して、で私の大事な家族にもねアルツハイマーのね病気を患っていたりとか、やっぱりちょっと地方がっていうねお声とかもねやっぱりね聞きますよね。年相応じゃないとかいう言葉もあったりするけど、本人はものすごいストレスだろうなとか、もうどうしようもない、どうしたらいいんだろうっていう、もうね途方に暮れるっていう言葉が正しいのか、なんだろう、もうどうしようもないっていうさ、もう自分が自分で信じられないっていうことはもう本当苦しいじゃないですか。だからなんとなくこう支えるためにもね分かったつもりでいたのよ、ごまかそうとかさ周りからさ、まあ例えばいい意味でね、あもうそんなこともあるよねみたいな、次だねみたいな。だけどね今回どうしようって、病気かなって思った時にあまりにもひどいか、毎日毎日だったからね、多分今もそうかもしれないけれどもまあねキャパを超えすぎてたんでしょうね。そしたらまあね旦那さんの意思とか娘のシノンがね、あ大丈夫だよみたいな、もうなんていうの、おかしくなって当たり前だよみたいなね、まあ、そんな感じをね、やっぱ家族の力って偉大だなと。まあ一人でね抱え込んでて大変な人、本当一人だと思ってね苦しい人、よくいますよ。適当な話じゃなくて、例えばさ一緒に毎日過ごすことが無理であっても音時間でね、よくは絶対寄り添える、私も寄り添ってもらえるし、そして本当にきつい時は DM ください、ホームページのメールもね使えるし、でうちの事務所の、携帯番号もねいろいろ出回ってますから、陽子に何かしらね助けてほしい人は鹿児島市内にねよく出没しておりますけれども、イベントとかね県外も来年は多くなる予定なんですけれども、それが待てない人はねとにかくメッセージください。陽子はですね、赤ちゃんからだいぶ先輩方までね、みんなその時その時人生の一瞬一瞬が苦しくて、そして苦しいからこそ大変だからこそ本当に幸せであってほしいと願ってます。何かかしらこう陽子のね力が必要な人、必要だと思われる方、遠慮なく頼ってください。私は、一人ではありませんが、私も一人です。皆さんも一人かもしれないし一人ではないんだけれども、でも一人だと思うので、このアンバランスでバランスの取れてる世界にはね、逆にバランスを取ろうと思ってアンバランスでいることが、バランス悪いのかもしれない、そんなのはねわからないけれども、今という瞬間が笑顔になるなら、どんだけでも陽子に頼ってほしいなと思います。だって72億人かい？合ってますか？世界の人口。宇宙の皆さんはちょっと置いておいて、地球の皆さん、私一人で相手できると思ってますもん。皆さんもそうでしょ？やり方はいろいろだけどね、 SNS であったりとか願うことであったりとか何かかしらね、本当みんな一つなんだよっていうことをね、よくは年がら年中、人権尊重習慣みたいな、そんな人間でいたいなと思います。というのもすごくね今週も感謝していたから、感謝ばかりだったからですね、ちょっとその模様はね後ほどお話ししたいと思います。ではではここで陽子の曲1曲お届けしたいと思います。陽子でビューティフルデイズ。聞こえてくる確かな声、イメージで作られては壊されてしまう世界に、正しいことは何、答えはどこにあるの、どれ
いただいてます曲はヨーコでビューティフルデイズです。がビューティフルデイズを作った時にはねクリスマスをイメージして、皆さんがゴスペルでねこう高らかに歌い上げるイメージ、まあ皆さんがっていうのは皆さんと私の中の妄想の人たちをね皆さんとお伝えしましたけれどもだいぶねおかしい人ですよね、まあ、その発言だけでもね。まあとにかく常日頃私はね妄想をして、いろんな方がどうやったらねハッピーでい続けられるかみたいなことを考えてはおりますけれども、まあなんて言ったって最近のヨーコは恩着せがましいですよね。何かにつきあなたのためにあなたのためにこんなアーティストうるさいみたいなねそんなヨーコでございますけれども、またいいこと思いついちゃったんですね、頭が真っ切っても、どんだけでもね、楽しいことを誰かに役に立つことはね行っていきたいなと思うんですけれども、まあ、そこでね本当早くね花束っていう曲を皆さんにお聴きいただきたいの、新曲をね披露したいのだけれども、まだ今年じゃないんだろうな、花束がね発信されるのは来年ですね、そういうことを思いながら、もうちょっとしたらクラウドファンディングもスタートする予定でございますので、ぜひね、ヨーコの SNS、ヨーコ鹿児島、YOKO 鹿児島で、ホームページや各 SNS、フォローやチャンネル登録もお願いしたいです。チェックしてくださいね。そして、先月のオーザンホールコンサートの模様も YouTube 間もなくアップ予定ですので、そちらもお楽しみにお待ちください。ヨーコね、いろんな方に本当にね、ああ、大事にしてもらえて嬉しいなと、愛してくれてありがとうと、本当ね、つくづく思っております。皆さん、11月は今日で終わってしまいますよ。ああ、寂しい11月が終わっちゃう。ですが、ヨーコは来月以降もサンタヨーコになって音時間発信しますので、お付き合いください。でね、11月25日はね、お昼間は鹿児島市の総務田小学校っていうね、まだ都会の小学校ですよ、総務田小学校。100周年事業ということで、お父さんお母さんがね翌日は式典があって、でそこのその式典の後には祝賀会がね催されたんですけれども、その前日の、土曜日には子どもたち在校生やそして卒業生地域の方々を対象としたね100周年の記念イベントが学校で開催されました、まあ、バザーみたいな感じですよね。でヨーコは校庭と体育館を結ぶために司会そして歌でステージで盛り上げるというね重大な任務をねいただきまして、とにかく学校を一つにするために放送室から皆さんに案内をかけました。でその模様も面白かったんですけれども、何よりもねその日に関わってくださった皆さんがねめちゃくちゃ笑顔で、お母さんたちがね実行委員のお母さんたちめちゃくちゃパワフルでしたね。もうね感動した。同じお母さんとして、あやっぱり私が今仕事を通して
歌を通して音楽を通して行っていることって、私が日常で子供たちやそして娘たちのね、お友達であったりとかで、まだ知らないあなたのこと思う陽子ママが志していることで間違いないんだなって、どこのお母さんもお母さんだなって、私の大好きなクレヨンしんちゃんがね、風間くんのお母さんは俺のお母ちゃんで、俺のお母ちゃんは風間くんのお母さんだと、そして日本のお母さんはみんなの母ちゃんだって、いや本当そうだなと漫画とかね、あの私なんかがさ歌詞にしたためるようにさ、やっぱり簡潔に素晴らしいことをね問題提起してますよね。なんかそれをね思い出すようなね一日でした。ヨーコママはみんなのお母さんだよって、今日は歌手のヨーコとして、あそう、その時にねわざわざね色紙お小遣いでね買ってくれてね持ってきてくれたお友達もいます。葵ちゃんありがとう。あ言っちゃった。では、今夜最後にお聴きいただいている曲は、皆さんが特別、みんな一人一人が本当ね選ばれた大事な命なんですという感謝を込めて、ラブレターズお聴きいただいてます。私はね多くの方に音時間を通して出会うことができて、両親に感謝ですね。そしてこの活動をずっと支えてくれたシノに感謝です。そして医師に出会えなかったらね CD はできてないし、何よりのんちゃんが生まれてくれなかったら、こんなに穏やかに私はこの自分らしい人生、もういつ終わってもね大丈夫なくらいね本当自分なんですよね。ぶれない自分には出会えませんでした。なので家族はもちろんなんだけど、何よりも私を必要としてくださる皆さん本当にありがとうございます。でね、なんで今日は感謝ばっかり、まあいつもなんですけどね伝えさせてもらっているかというとね、来月12月はクリスマス、1月はお正月と、2月はバレンタインと、とにかく冬ってね大事な人を思う日ばかりなんですよね。でね、私は本当この愛情っていうものは特別だと思ってて、特別は非日常じゃなくて日常的だからこそみんなが生きていける、そういうエネルギーなんじゃないかなと思ってます。なのでこの特別な冬、皆さんは皆さんらしくねハッピーでいていただきたいし、ヨーコは一人でも多くの方に音時間でご一緒できるようにと思ってますのでね、まあヨーコちょっと YouTube、まあ、暇になるからっていうことじゃありませんよ皆さん、暇になっちゃうお仕事ください。全国世界中どこへでも行きますのでお仕事ください。ヨーコはちょっとでもね時間ができると YouTube しなきゃと思って、夏が過ぎ秋が過ぎ、冬になってきたので、医師をめちゃくちゃ利用して医師の力をね利用して、ヨーコ SNS もっと発信しますので、ぜひ YouTube 見てね。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。あっという間に今日の、バニラスカイも終わってしまいます。ヨーコの独り言、まあ、ヨーコの部屋、ヨーコの愚痴ではありませんよ。ハピハピな方ですからね、お許しくださいよ。とはいえポンコツヨーコを愚痴ってましたけれども今日そんだけお前ポンコツやねんって自分で自分に言ってやってましたね。頑張れ私みたいなね。もうねすごい企画が来年目白押し、びっくりした。着々と進んでますのでまた報告しますね。この後はひふみずバーです。ひふみさん今夜もハピハピな音時間よろしくお願いいたします。では皆さん、鹿児島めちゃくちゃ今日冷え込んでて寒寒ですけど、あったかあったか過ごしてくださいね。では来週まで、せーのバイバイハッピー。